太郎。昔々、足柄山の山奥に、金太郎という名前の男の子がいました。金太郎の友達は山の動物たちです。金太郎は毎日毎日動物たちと相撲をして遊んでいました。はっきよーい、残った残った。金太郎、頑張れクマさんも負けるな だけど勝つのはいつも金太郎で、大きな体の熊でも金太郎にはかないません。うさん、うさん、金太郎は強いなでも次は負けないぞ。今度は綱引きです。金太郎一人と山中の動物たちの勝負です。動物たちの中には、体の大きな熊や牛や、 馬や鹿もいましたが、金太郎にかないません。綱引きも金太郎の勝ちなんとも大変力持ちの金太郎ですが、強いだけでなく、とても優しい男の子です。ある日、熊の背中に乗って山道を行くと、谷のところで動物たちが困っていました。どうしよう。橋がないから向こうへ渡れないよ。 よし僕に任せておけ金太郎は近くに生えている大きな木を見つけると、よしちょうどいい大きさだと言って、その大きな木に体当たりをしました。ドーンすると大きな木は簡単に折れてしまい、金太郎がそれを持ち上げて谷にかけると、あっという間に一本橋の出来上がりです。 ありがとう動物たちは大喜びで、金太郎の作ってくれた橋を渡りました。その後、強い力と優しい心を持った金太郎は、立派な若者になり、都の偉いお侍さんの家来になって、悪いものを次々とやっつけたということです。おしまい